罗安，你要不要帮你啊？Wishing isn't something only children do. Suddenly, there's a star that's glowing brighter anywhere.チップ、もう寝る時間よ。食器棚にお行き。もうちょっとだけ。ママお願い。そうだ、何かお話を聞かせて。まあチップ、いいわよ。ママもあなたにお話を聞かせるのが大好き。お話の始まりは昔昔あるところに。そう、そうやって始まるわね。お話は私たちをどんなところへでも連れて行ってくれるのよ。ワクワクするような冒険、素敵なロマンス、ひょっとすると勇敢な戦いも見られるかもしれないわね。さあ、それじゃあなたも大好きなお話を始めましょう。オキシの災いのこと。その力でラプンツェルは本当の自分が誰なのか気がついたのよ。
starlight. Now she's here. Suddenly I know. If she's here, it's crystal clear. I'm where I'm meant to go. お城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない。もう何も信じられるものは何もないわ。何がだって？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも来たでしょ。いやだ、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃあ、あなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビビ、バビビ、ブーWe'll be right back.
ママ、次は何？昔々あるところに白雪姫という美しいお姫様がいました。恐ろしい女王の手から逃れた彼女は森の奥にある小さな家でひとときの安らぎを見つけたのです。お話をしましょうか。美女と野獣だね。昔々遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。
野獣は子供たちをさらっていくぞ。夜になるとやってくる。まさか奴の首を切り落とすまでは安心できない。みんなで野獣を殺すんだ。戻ってきた。もちろん戻ってきたわ。お願い死なないで、私置いていかないで。愛してるわ。